ライブ、また卒業か。ホロライブ EN のファウナさん1月3日にホロライブ卒業。ガチアカンやつ。うしよ。ちょっと横になるわ。頭にキモエが刺さってますよ。真面目な内容じゃない重要なお知らせもあるのか。ホロライブ卒業多すぎん。何が起きてるんや。ホロメンあれこれやめた方がお得やね。誰？大気多すぎやろ。ホログー年末の仕事納めってこんな感じか。勘だけどマジン変わったんじゃないかな。サウナもかよ。ラプラスダークネスも仕事たすぎってお気持ちしてたからガチで崩壊始まってるやろ。上場してからほんと変わっちまったよな。いろいろな思想が流入してきてるのかな。ちなみに今日の夜7時に船長ミコチェフブちゃんがアカシアさんまの番組に出るみたいよ。うちの会社もそうだわ。よくわかんねえけど予算とかめちゃくちゃ厳しくなった。株価めっちゃ悪いし上場ってメリットあるんか。一番の目的はキャピタルゲインだろ。税金2割しか取られんし、中身が結婚とか考えるだろうから V って思ったより賞味期限短いのかもな。ただゲームと雑談してるだけなのにストレスとかあるの？普通の社会人の方がストレスすごいだろ。誹謗中傷とかセクハラコメとかすごいだろうしね。企業案件とかあるぞ。コンビニ行くと割とお菓子とかとコラボしてて、なんかチョコのパッケージにキャラが印刷されてたりする。こういうのでも企業の人と企画の打ち合わせしたり音声収録したり大変やぞ。そういう配信以外の仕事が忙しいみたいよ。タレント60人くらいいて離職率10くらいか。有料企業やね。契約してる個人事業主も離職率に入るの？英語で喋っとる内容わからんけど ASMR 聞いてたわ。う声がええよな。内容リークされてる時点でろくな会社やないんよ。向いてなかったけやしゃあない。しゃ花また辞めたからシオンも辞めそうやな。昼事務所だかスタジオだか通わされて仕事して夜も配信で仕事してるんやろ。金稼げる言うてもストレスの溜まり方半端なさそうやな。ダンスレッスンや歌レッスンして企業案件の打ち合わせしてそこから朝食の配信を毎日してたらそりゃ壊れますよ。昼の仕事で夜の仕事じゃ無理だな。これは会社の方が悪いわ。配信が本業なら昼なら休みにしないとな。急に崩壊し始めたな。去年上場したの失敗では？配信でのし上がったのに上場して結局アイドルタレント業みたいなことやらせまくったらそら辞めるやつ続出するやろ。僕のアスマーの栄養素が消えるのか嘘やり保存しなきゃ。待遇がいいかが誰も辞めないって聞いたんだけど。ホロライブならどうでもよいや。ジャニーズの腕っ子とか朝からあんまで仕事やん。なんかテレビ業界からめちゃくちゃスタッフ入ってきてるらしいし、もう社内のノリが全然違うんだろうな。終わりだな。テレビなんて終わった業種で失敗した奴らが大量にとかね。そらこうなるわ。新人に配信者や芸能関係入れてきたのはその辺に体制あるからか。箱としてのヤバさは EN の方が上やな。大物集めて転生させた。はいいけどじゃんじゃん見切りつけられてる。配信業からタレント業にシフトしたいから現売れないアイドルとか引っ張り始めてきたんやろな。そりゃ配信だけやってたい昔からの層はお気持ち表明止まらんわ。というか側だけ残して中身は卒業を許しちゃった時点で終わりの始まりやん。俺が代わりに入ってもいいけど。3日で辞めたくなりそう。EN とか運営がマネジメントほったらかしだったのに、方針が変わったから辞めますってほったからされてた方がマシなんか。アメリアに誘われたか。ホロの一番のヤバいのは社員が超絶低賃金。社員が多すぎる。600人超えてるでしょ。全盛期ジャニーズ事務所ですら300人なのに。そんなにいたが下請けに払う金ないわな。それは指摘されてるよな。虹のがはるかに演者の数が多いのに社員が多いって、そのせいか社員が低賃金でヤバい。どっかのグッズの工場担当のスタッフも社員に入れてるならともかくな。600人マジ？それはヤバいな。社員はまだ100人増えるんやぞ。そんなんで養えるんか。業務量もそうだけど下請けの件とか稲見末のやらかしとか会社としてタレントを守る気が感じられないのがね。株価のことしか見てない感じ。辞めたところで VTuber より美味しい職業なんてあんのかね。転生しても食えるなんてトップ層だけだろ。普通に会社の方針に合わないから辞めるんじゃないんか。金だって会社と分けるだろうし。ダンスとか案件打ち合わせとかでバレのリスク爆上がりしてるのかね。タレントはともかく社員なんて増えたら増えるだけ信用できなくなるし、リテラシーないやつ増えるし。サウナやばいって言われてたけどマギなんか。EN やと稲も運営と揉めてたっぽいし登録者の。一のサメちゃんも最近ずっと反中止状態やし、こんなんドミノ倒しみたいになりかねへんやろ。脱ホロ組で会社作ったらいいのにな。
それが誰か立ち上げんかなタレント業を強要しない方針で。A ちゃんが帰ってきたら胸熱。そら先輩が速攻で移籍しそう。今のホロライブにない夢とロマンがある話。ある程度知名度上げた後にガチニート生活に戻れる個人勢になるのが一番の勝ち組ムーブ。動画の締めにサウナがおぎぎしてる翻訳切り抜き好きだったんだけど。正直誰が卒業したかより知名度獲得矢印卒業矢印別キャラで再活動ってムーブが主流になることへの業界の不信感や茶番についてファンが不満募らせる方を懸念した方がええんちゃうか。あ、やめれひん。VTuber 好きな男って結構多いの。見えで上場なんかするから。VC に出資されてるんやから上場は必須上場が嫌ならそもそもホロライブは存在しない。ショート関係でスタジオが良い凄そう V スポ今凄そうだからそろそろか？まあしゃあない。まあそんなに VTuber ってええの？トップ4だけな。なんか少し前の2時3時みたいやな。青切高校って卒業生夏木以外おがんよなあのそこまで大きくないピボトやタが長いキャビアの箱長も飛びついてもおかしくないのに。エース格納大城がずっと休業中やもう誰も触れなくてこのままフェードアウトしそう。今年の夏前くらいからやから言うほどずっとちゃうやろ。5月頭からもう X も動いてないぞ。半年くらいやん。なんかトラブルあってフェードアウト狙ってるか育休取ってるかどっちかやと思ってた。心因性ではない病気とか見たけどちゃうんか。VTuber なぐものを愛の部下させたが忙しい人現代的。偶像本来的という意味を知らん人がやっても怖げるだけだから自己顕示欲、活動意欲、体力がないとやってられないし、成功してる人やらガンスが良いかどでかが突き抜けてる。しゃ花さ矢印もう無理限界やめますござる矢印ストレスで声出ませんファウナ矢印多分また配信停止卒業3連コンボですわ。ストレスで声出ないはライン超えてるのでは？しかもそんな奴に放送させてるのもさらにヤバいうちはメンタルフォローできませんってアピールしてるやん。どうせ300人いれば普通のサラリーマンくらい稼げるらしいからな。やめてもしゃあないけどやめた後周到に用意してた側ですぐ転生するからなんだかなーって思うわ。そら再就職先も決めないで思いつきでやめる奴はアホや。多分やめた後に転生するじゃなくて転生の準備等ができた後にやめる。中身ありきの風潮を肯定してきたファンや業界が招いた末路とも言えるぞ。フォロワー先行者利権が強すぎて入り込む余地がなさすぎ。連鎖卒業期入ったねまあ。5年も6年もやってて不祥事でクビになったやつ以外ほとんど辞めてなかったのが奇跡だけどね。そんなに過酷な環境なんか？スタジオに寝袋持ち込んで仮眠取ってるやつがいるらしい。ほう誰やねん。サメちゃんも辞めたがってるけど人気だからか必死に辞めるの止めてる感じがするもうほとんど活動してないし。テレビ出演とかしてるとテレビ局関係者から実物を見た情報のリークっていうか噂が漏れ伝わることとか増えそうな気がする部位としては向かない気がするけど大丈夫なのかね。ホロライブも終わりやね。大体英語なんか普段見てないのに何がショックだよ大体坂又もカガマもろくに配信してないからショックもクソもないだろ。とにかく人増やして一人当たりの負担を減らした2時3時の方針の方が正解なんか？教えて何 G の経済アナリスト。いろんなタレントを揃えてある程度活動に自由を持たせてる2時3時方式の方が長持ちしそうではあるなアイドル路線にすると賞味期限が来るハロプロも A キロバイトもダメになったジャニーズは長持ちしたけど。むしろ A キロバイトが辿った歴史を再現しそうや要は主力メンバーが抜けてそのまま立ち行かなくなる。元も子もないけど中身は人間なんやからどっかで身体にガタが来るしな。負担のかけ方がまた違うと思う声役に何もかもやらせすぎ分業できる VTuber という業態の強み消してるホロライブの方針続けていくなら人を増やしたところで変わらん。さ花また春仕事似たような感じはするな転生したらガチ恋は一生ついていくやろな。カバーも今が稼ぎ時だから過酷辞したりやりたくない案件もやらせるやろな文句言えるのにコメットクラスだけやろうし下は食らいつくかやめるしかない。人数増やせば一人当たりの負担って減るもんなの？結局人気なメンバーが高負荷なのは変わらん気がするけど。リークってマジ？顔隠してやってる奴らの内部にヤバい奴が入り込んだんなら恐ろしすぎる。遅刻しても寝坊しても配信サボってもチヤホヤされる職業なんて部だけだろ。決算見たらわかるけど配信は稼ぎが少なくてしかももう伸びてない会社としては他のことさせたいんやろな配信あっての人気だろうに。
本来の狙いとしては今のプラットフォームで人気かっさらってホロバースに人を呼び込む動線にするつもりだったんやろうけど、肝心のホロバースがなんというかサンリオタイムネットやからな。YouTube から独立して自社で持ってる配信プラットフォームとアプリ持てるかどうかが勝負だったんだが、それが実現できなさそうになって株価下がったな。YouTube ベースのタレント事務所でやってくと UUUM と同じで崩壊だろうな。UUUM はただの人材派遣以下の会社だから、あれと同じにするのは無理がある。名前出してあんま適当なこと言わない方がいいと思うんだが、無敵の人か？まあでも少なくともゲーム配信とかは労働にはならないようなゲームなんだから。それ言い出すと野球とかもダメになっちゃうじゃん。スポーツもゲームだぞ。エンタメ産業全否定だよ。ゲームが仕事になったらそれはもう労働なんよ。引退じゃなく卒業、配信活動の終了なの。ホロでタレント活動は継続って書いてあるが、 YouTube 化が抜け出せてないのが一番ダメだったな。5、3年か5年で次の稼ぎ場見つかって YouTube スタレブ化が自前プラットフォーム持てないのは厳しい。データとかビルーとか日本に今日移したのは得やしてそう。運営がノートで活動終了と卒業を熱く語ってたけど結局なんなの。ファンの出さないようにへりくつこねてるだけだろ。 IP だけは残してグッズでファンから限界まで絞り取りたいだけなの見え見えやん。一般人の何倍も金稼いでるやつが言ってるのはザレ事だろ。命削ってスパチャするやつもいるんだから。お互い命削ってて草経済回してるな。半分はアメリカに流れてくだけですけどね。う大変だろうが、それで年収億超えるんやから何の不満があるんやろな。累進稼いで半分近く持ってかれるんちゃうか。金持ちからはいくらでも取って良いスタイルの日本だとかなり持っていかれるよな。会社から中間搾取されて家賃その他費用を差し引いたら手元に残る額は比較的大したことなさそう。ここで働かせてください。なんか卒業ペースに自賛自並みになってきたな。ほどやライバーへの待遇よいかがに自賛自と違ってなかなか辞めないとは何だったのか。定期的に精神的に病んで長期休養に入るし、ホロライブの事務所って相当タレント追い込んでるんだろうな。もっと活動に多様性があるといいんだけどね。毎日配信も一部の配信モンスターは平気だけど普通の精神なら病む。グラカリオペイナにも危険信号出てるし、どうにもならん。スパチャで破産したやつなんか聞いたことねえよ。親のクレカ使うガキとかおるだろ。ソシャゲでバカみたいに使い込んだ話くらいしか知らねえわ。スパチャ破産の実例見たことないんだけど教えてほしいわ。相当給料安いんじゃね。個人制なら悪端みたいに初期投資100万したらすぐペイできるだろうし、事務所がこの企画にいくら使ったとかプレッシャーかけてそう。リークバンバンされてる時点で会社の情報保護が心配になるわ。何をしてるんや会社は。甘えだろうがなんだろうがきつけや辞める当然のこと。でも甘えだよね。仮に甘えだとして何か問題あるん？まあきつければ辞めるは別にある話だね。普通の仕事でも給料良くても激務で辞めるとかはあるし、ただそれで運営が叩かれるのはあまりにも視聴者が社会を知らなすぎ。激務の職場でも辞めるやつは辞めるし、辞めるやつは辞める。本当は職場の労働環境が良くなればいいんだけど、激務になるほど仕事取ってきてるんだから本来会社としては褒められるべきではある。言うて営業がキャパオーバーの仕事持ったきたら上は褒めるかもしれないけど現場は切れる。金は降ってくるけど体壊しちゃどうにもならんよなぁとラプラスと坂本の愚痴で思った。自己顕示欲満たしたい他人にもっともっと認知されたいってメンタルないときついやろな。延々好きなゲーム配信やって金もらいたいってやつには無理やろ。ホロライブレベルなら今すぐ卒業しても配信だけしてスパチャもらうだけで十分稼げるやつしかいないもんな。歌のレッスンはライブとかあるからまだわかるけど、ダンスレッスンは年齢とか向き不向きあるし負担になってるからプロ使ってやめりゃいいのに。中の人の SNS 動いてないならマジで配信とかアイドルから離れたかったんやろ。ホロ迷走してんな。所属部を魔法少女にしたのはさすがに草。これから入るやつは辞めても3年は転生しませんって誓約書書かされそう。転生して個人税になれば余計な仕事もしなくていいし、スパチャ全もらいだし事務所辞めるメリットがでかすぎ。上場して中核スタッフが抜けてフジテレビの無能がなだれ込んできて乗っ取られてるコンサルに騙されたであろう。野望が先般やサウナ辞めるとか許されんやろ。でもこれ有能な中核スタッフが YouTube とか V 業界に見栄えないと悟って抜けたのだとしたら、どちらにせよ崩壊するのでは。ファウナウゼやろ。卒業確定。 V のライブって何がおもろいんかね。俺らも現地行ったらおーおーおーってなったりすんの。ファウナやっぱり終わりか。
カバーどうなってんだよ。シオンタンが一年近く休んでも何も問題なさそうなのはあの頃の契約がガバガバだったんだろうな。卒業リーク連発してるならその情報得られる中枢にいる社員も結構不満がある感じなんかと疑っちゃうよな。有名どころがどんどん抜けてるしそりゃ不満も出るかというか離脱して転生して内成功してたら抜けた方がいいなんてなりかねないしな。マジでさっさと終わらせたい感満載の枠だったな。さらに社員純増100人で700人の乞食支えるんやろ。アホ臭くてかなわんやろな。そんな会社に入るなよ男とも絡めるし男子しなくていい箱もあるだろそっちの方が間違いなく幸せ。運営の方向性の絡み方ってエンタメやギブシアイドルやギブシマルチタレント今ここって感じか。なんか筋の社員がどうこうとか言われてるし男と絡めないと活動の幅狭いよな。マサナを絡める人たちはいろんなことしてて楽しそう。男が酔いね女とコラボさせたら拒否反応がすごいだろうけど分離してるならどんどんやってほしいと個人的には思うけども。結局卒業したか株かなり下がるんかね。取引終了してから二人卒業してんぞ。ホロ TCG のおかげで上がってるけどこれ下がるんかな。ファウナは正直影薄すぎてどうでもええけど坂又はるし穴見の稼ぎ頭やったしな。坂又卒業後の靴では 1.6% 下がってんね。ファウナ卒業と相まって TOPIX 比 3% ぐらい下がると予想。 A ちゃんってクソ有能やったみたいやけどやめてからホロライブボロボロよな。結局カバーとしての収益が大きいことには変わりないんだし、残念だけど騒ぐほどのことじゃないよね。方向性の違いでこんな何人も連続して卒業するのはさすがに問題起きてるんじゃねえのって疑ってしまう。卒業するやつが悪いで済ませるには短期間で多人数すぎる。アクタンが前例作っちゃったからな。転生してもファンはついてくるしサブスクもガンガン入ってくれる後は適当にやりたい時だけ配信すればいいだけっていうね。それは先に会長が。むしろ三毛猫あたりで露呈してたんちゃうの？ VTuber がバーチャル設定よりも中の人ありきで成立してるとファン側が主張してたんやから。その1割が多分スパチャしまくる人たちちゃうの？超大多数の見てるだけの奴らが離脱しても大きなダメージにはならんちゃろ。まあ視聴数が減って注目が浴びにくくなるけどそれも切り抜きでいくらでもアピれるからな。小指しか信じねん。アクア卒業でこれから毎年のようにやめてくんだろうなとは思ってたがペースが想像以上に速くて草来年何人やめるんやこれ。もう EN はカビキアラハコタロウアイビス以外あかんそう。でも小指って配信しすぎだよな考える。カバーに変な社員が増えてるせいで引退が続出してるソースは好き嫌いで誹謗中傷しながらリークしてるこの自称社員好き嫌いで暴れてる奴が本当に社員ならそいつがガンやないかよ。勝者必須いのりよ。サメちゃんが隠居状態やから実質 EN のトップが引退。外稼働と配信の両立でやんだり肉体的限界を迎えてる連中がいるの見てると配信削って調整してた奴をサボってる呼ばわりしてたバカどもの無配慮がよくわかるな。経営活動方針とかって演者と話し合って決めたりしないんかね。特に演者ありきの業界なんだしこれこれこういうお話あるんですけどのワンクッションあればごたつくこともないやろ。単純にマネジメント能力が蓋してるんじゃ。ベコラとかはナチュラルに配信が生活の一部みたいになってそうだけど仕事としてやってる感覚の人にはきついだろうね。でもどうせ転生するから一人も辞めてない ID も怪しいしな。ID トップのコボも魂やか動かしてるから時間の問題言われてんで。コボの配信めっちゃ減ってるからな。コボはもう配信どころじゃないやろ。あんな目に遭うとか海外のストーカー怖すぎるわ。なんかあったんか。面切り入れ。方向性の気概で立て続けに卒業ってどこに向かってるんだ本当に。二次三次も元 TV 業界の奴らが流入して衰退していってるけどホロライブも同じ道歩んでるな。テレビ業界の人間のせいで衰退してんじゃなくてイベント企画なんかでテレビ業界の人材に頼らざるを得ないのがアイドル路線なんだろ。そもそも衰退なんかしてないぞ。それまでのスタイルが好きだったオタクにとってそう見えるだけ。実際は儲かるからサブカルから一般大衆化してオタクを振り落としているだけ。資本主義下においてそういう業界は無限にある。金いっぱいもらえるのになんで辞めるんやって思ってたけどそりゃ体壊すまで働けば稼げるわな。やめたらもっと楽して金稼げるからや。世の中には体壊すまで働いても稼げない人が大勢います。俺のカバー株2800円を早く売りたい。最近は株価上がってるけど内部はヤバそうやね。
面白い人が面白いことをする矢印、面白いから凡人が集まってくる矢印、住み着いた凡人が居場所を守るために主張し始める矢印、面白い人が見切りをつけていなくなる矢印、残った凡人が面白くないことをする矢印、面白くないので皆いなくなる。上場していこう散々やな。もう一人一軍が抜けたらいよいよって感じ？配信活動終了で権利維持してるなら周年とかで顔出してくれるかもみたいな希望抱いてるファンいたけど、雨見たらそんな能天気なこと言えんやろ。ちょうど数分前に卒業のお知らせ出してるやん。ホロライブも1年前くらいから商業とミーハーの香りしかしなくなったもんな。ホロメンも振り回されまくってるし、多分数字に釣られてホロライブ自体にはまるで興味ないようなやつがカバーにいっぱい流れてきたんやろな。ホロ GTA に参加してなかったホロメンはヤバいです。卒業する可能性ないです。オスアイドル路線云々言われてるけど、そもそもホロライブって最初からアイドル路線歌ってた事務所じゃなかったっけ？せやで、そもそも時の空がそうや、史書記からおるあずきも彗星もアーティストよりではあるものの、最初からアイドル自称しとるロボコは配信者によったアイドルみたいな立ち位置やったかな。だから最初からそういうのはあった。アイドル路線始めたのは3期が入ってきた後。派閥争いとかあるんか？運営派が優遇されるから圧倒的だけどな。ワイのサメちゃんの配信が1ヶ月となってるんやが、山田が今回の久保への卒業で配信で結構愚痴ってたな。思ってたのとかなり違った。で、アメリアも転生して楽しそうに配信してるからな。初期 EN をマネジメントしてたのアメちゃんやしな。規模感全然違うくせして同じように撮影らのレスタンだけかけてる煽り気もそろそろやばそうやな。大城このままおらんくなったら完全に終わりそう。今まで引っ張ってきた大城がこのままフェードアウトするとマジで青り空中分解まであるで。それでも新人募集したら応募殺到するんやろな。人手には困らなそうだけど側はもったいないな。まあ他方向性の違いで草の終わりやね。今年だけで何人辞めてんだよ。代わりはいくらでもいる、所詮使い捨てなんよ。加藤純一は唯一無二だからな。畜生とはそこが違う。ぶっちゃけ方向性の違いじゃなくて、思ってたのと違う、が全てだろ。夢見すぎてたってことや。ちゃんと見てたら運営の体制が変わってるってちゃんとわかるんだけどね。もちろんめちゃくちゃ悪い方にホリゾンタル事件みたいなのに辟易したんやろ結局。多額の設備投資したスタジオ等を使えるのが強すぎよな。設備なかったら雑談とゲーム配信が個人の限界だろうし、あのカルビでさえ事務所入る時代になったし、個人での活動はマネジメント含め大変なんだろう。卒業したら側使えなくなるのが抑止力になってるのがせめてもの救いやな。卒業してもそのまま活動できるのってスイちゃんくらいか。水星が卒業することは絶対ないけどな。今の状況は水星にとっては最高の状態だし、他のホロメンはともかくカバーのアーティスト路線はスイちゃんにとってこれ以上ない理想的な環境になってるからな。なんでフジハスイちゃんじゃなくマリン使いたがるんやろ。むしろアーティスト路線をゴリ押しした結果、ついていけない他のメンバーが振り落とされて打開するかもしれんな。ちょっとした YouTuber でさえほんまに定期的に動画上げる専業になったらスタッフ雇ったりしとるからな。有能に気が休みゼロで辞めていく職場やねえんだから。大手配信って楽しんでやってるのかなって思うことあるし、見てる側としては嘘うむぞうみたいな存在にしかなれんし、あんま見る気せんわ。今明石家さんまが VTuber ごっこして、それをホロマンとテレビでコラボするみたいな企画をやりたがってるやろ。株価は維持でも維持して暴落は来年や。株価って雰囲気で上がってるわけちゃうね。業績がいいかが上がってるんやね。暴落すぐなが業績が悪化したがやね。配信業の業績は雰囲気やろ。雰囲気が悪いから業績が悪化するんや。芸能事務所みたいなもんだよな。ストリーマーは家で配信しておらびだし。たった20人くらいの稼ぎ頭が600人の社員の人件費とスタジオやフォロワー数開発費捻出してるからな。バードだよな。他事務所とのコラボとか見てると V スポ羨ましい雰囲気最近出てるよな。いやーこのやばかしたやん。他からしたら自由に見えるんじゃね。男とも気軽にコラボできるし、まあそろそろ大きなやらかししそうではあるが、男配信者とも好きにコラボして OK。 音声作品などをやりたくない人は無理にやらなくて OK。 まあ今のところいい環境よな。多分ノルマとかあるんやろうな。登録者低くてもいいよみたいな雰囲気がなくて、営業成績みたいに詰められたりすんのかな。会社である以上は利益出さなきゃいけないからね。
楽に大金稼げるっていうイメージついちゃったからね。めちゃくちゃきついけど金は稼げますっていう大手ゼネコンのセコウ管理職みたいなイメージつけていかないとろくでもない奴らしか応募してこないぞ。どんなに業務きつくても天下のホロに入れるかもと思うとオーディション来る人は絶えないんだろうな。キリュウコことか三毛猫って今どうなってるんや？ちゃんと稼げてるんやろうか？どっちもめっちゃアイドルで。個人になる方が気持ち楽って人もいるやろうけど、作業量考えたら圧倒的に個人の方が大変やろうと思う。ゾウムゾウの無限に配信湧いてくる今の世界で生き残るのは圧倒的な物量でしかないからね。その通りだと思うよ。だから会社がやっていきたいことを実現するには新卒採用で社会人の仕事としてできる人に VTUBER やらせた方がいい。逆または卒業じゃないからグッズ販売は継続可能らしい。企業側が側の権利化してグッズとかの販売しやすくなるだけでファン目線だと普通に卒業と変わらんよな。思ったんだけど卒業することによってグッズが産廃になることを防ぐための制度なのでは？割と株価って雰囲気で上げ下げしてないか？大谷工場とか思い出したわ。一時期面試人数でノルマ化されてるみたいなこと言われてた。マリン、1ヶ月先に休み予約しておいた。休めるかわからんけど休めたら実家に顔出したいね。結局休めないのハードすぎない？みんなストレス溜まってるの伝わるわ。忙しいのもそうやけど辞める理由なんて人間関係が嫌がほとんどやろ。部署全員が仲良しな職場なんてほとんどないしな。そればっかりはしゃあない。ニコ生出身者がクソ強い理由がよくわかった。金もらえないどころか金払って配信してるからな。ニコ生配信者ってなんだかんだ社会人やってたとか並行しながらのやつまあまあいたしな。自分が金払ってニコ生配信してたやつらは心構えが違う。誹謗中傷も慣れたもんよ。会社間でトレードとか移籍とかして業界を盛り上げないと終わる。ネットの誹謗中傷とかお晒しが結構きつすぎる。積み上げてきた IP 丸々消し飛ぶのエグいな。まあ本人に結局ついてくるから全くの例ではない。三毛猫がやり方開拓してくれたおかげで言うほど消し飛ばんやろ。そのうち機関校みたいになりそうだな。楽に金稼げると思ったやつがポンポン入ってどんどん抜けていく。ちょっと骨のあるやつはなんとか一定の額稼ぐまでは踏ん張るみたいな、そんな感じ。最低限社会人経験ないとあかんかもね今後は。初期にそれで誰か切れとったやろ。残もなんとなく、まあ転生するやろなって思ってるやろ。去年の春に同僚で会社の動きが変わったのか不満溜まって爆発しちゃった感じやろな。ネットなんかバカしかいねえのに真面目に相手するからや。止まらないホロライブ。配信第一主義のペコラが会社内でレジスタンスの立場って話やし、カバーは配信以外の仕事増やしたいんやろな。実際どれくらいの激務か当事者しかわからないけど社会人経験なくて甘えみたいなやつもいそうだよな。海外メンバーならグラトレートコモちゃんとスワモコとビルーが無事ならまあええわ。サメはあかんかもな。ゲームやってるだけで金が入ってくるのになんでやめるんや。というか数ヶ月で戻ってくるしよくわからん。金はクソ溜まったけど忙しくて遊べないやろ。中が遊ぶ時間確保や。女版機関校だな。提出物やスタジオ収録といった配信以外の雑務が増えすぎてきついっつー企業税あるあるやな。自宅で収録や提出できるように構造改革したらええやん。叩かれること自体はしゃあないと思うよ。カバー側も悪いところあるんやろ。下が V 用語があんまないのが平和だなって、なんなら甘えって意見がちゃんと出てて安心。アクアは転生したけど、これがお前のやりたかったことなのか。カンワーグ。何してるん？ホロライブの後追い。それならまあええんやないか。アイドル的なことがやりたいけど案件とかはやりたくないみたいな。自分のペースで活動できるって大事じゃねえの。どっちかって言うとやりたくなかったことが多くてやめたんだろうな。やりたいこと自体が達成まで時間がかかることとかならしゃあないだろうけど。顔見てるだけで幸せになれるファウナちゃん。でもホロライブでアホほど稼いでから理由つけて転生マサナを生き方として上手やろ。いわゆるキャリア転職みたいなもんだな。転職と違って次成功する可能性はかなり薄いけど。まあもう金とかいらんからゆっくりしたいモードになってるんやろうな。アクタンはせっかく抜けたんだからもっとゲーム配信やりまくってほしいわ。 PC 不調らしいが。生活でメグ落とすの大変そうやけど、やめるやつはあげなくても大丈夫なやつか、男が収入あるパターンか。そもそも5期生までの契約と6期生以降の契約内容が違うんやろ。
転生した奴ら、億レベル余裕で稼いでる奴らおるだろうな。つべは面子の再生数でないから把握できないけど、悪端もすでに億超えあるんじゃね。やっぱりリグロス以降だよな。あそこで会社の方針固まった感じするわ。オタク文化に疎い芸能コンサルとか雇ってそうなイメージはある。打ち合わせが忙しいけどどんだけ甘えたこと言っとるねん。FNS 歌謡祭に出るのはマジでやめてくれ。ゾワゾワする。ホロに入って資金と知名度を稼ぎ、卒業してからやりたい配信をやるって流れができてきてるか。ビジネスモデル崩壊してるな。固定ファン増えたら独立って、芸能界みたいに大手芸能事務所が干す圧力行為とかなさそうやし。見る側がホロライブを卒業しろ。以上で動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。